フリークをご覧の皆さん、こんにちは、広末涼子です。今回クリスタルボールさんとコラボしてバッグとポーチを作りました。すごい、こんなにできちゃいました。なんか私埋もれてますけどすごいことになってますけど、いかがでしょうか。とっても私もクリスタルボールさんのバッグはいろんなところで目にしていて、可愛いなと思いつつ、ちょっと私には派手すぎるかなとかポップすぎるかなとかって思っていたので、今回お願いをして自分の好きな絵を描いてもらって、色もちょっと落ち着き目に、でも春なので明るめにゴールドなんかも入れて、作ってもらえてとっても気に入っております。まず絵は何にしようかなって言った時に、すごくここのバッグは可愛いイメージがあったので、ワンちゃんをはじめなんかキャンディーだったりポップな女の子向けなイメージがあったので、ちょっと少年っぽいというか遊びがある昆虫なんかはどうかなと、意外とアンティークなカエルのピアスだったり、テントウムシの、ピンバッジだったり、そういうものにちょっとハマっていたので、今回は昆虫で行ってみようということになって、そしたらクモさんなんかも入ってきて、ドクロも入ってきて、ちょっと毒のあるでもキュートな感じに、ちょっとアダルトな感じになったんじゃないかなと思ってます。すごい、まず私はいつも荷物が多くなっちゃってなんかスケッチブックを入れたりお着替え入れたり、いっぱい大きい荷物になっちゃうので、ぜひ大きいバッグを作ってくださいってお願いしたのがまずこれで、これくらいだとちょっとお買い物に行くくらいでもよくて、もちろん女の子には中にセットするポーチが必要なので、ポーチまで作ってもらっちゃいました。すごいテントウムシが効いてて可愛いなと思っております。ぜひ皆さんも使ってください。